こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はマーチの3つの大学の就活生、私を含め5名での、座談会企画となります。ではまず自己紹介の方からしていきたいと思います。中央大学のひとみです。よろしくお願いします。中央大学のあやかです。お願いします。法政大学ひろとです。お願いします。明治大学のゆうりです。お願いします。 MC は法政大学の玉江がお送りします。よろしくお願いします。お願いします。現在の就活状況について皆さんにお聞きしたいと思います。はい、私は秋冬のインターンは全然エントリーしなくって、夏はちょっとやったんだけど、だから本選考に向けていろいろ企業研究とか自己 PR とかなんかガクチカとかを固めようっていう段階。それはどういった風にやって、メンターさんとかがいるって？いや全然いなくって、人に頼れてないまだ。なるほど。エントリー的には今のところどこも受けてないって、うん、そう、本選考はゼロ。インターンは冬にちょっと受けたんだけど落ちちゃって、夏は10社ぐらい出して、でも1個だけ受かった。行ったっていう感じ。ベンチャーとか大手とか関係なく出社でした？それとも大手？いや、大手だけで出した。業界とかどこ？業界は広告と映像系っていうなんか2つの軸で見てるって感じ。それはなんでそういう業界に決めたとかきっかけある？ずっとなんかドラマとか映画とかが好きだから、そっち系に入りたいと思ってて、でも広告はなんかデザイン系が私得意だなって気づいて、ちょっとパソコン使ってデザインするのもいいかもなと思って広告に興味を持って、だからその2つを中心に見てるっていう感じ。ゆうりさん、今現在の就活状況を教えてください。今は本選考を5社受けて4社今選考中。すごい。その4社っていうのはどういう業界？2社コンサル、1社専門商社、1社 IT 系。大手とかベンチャーとか？大手に絞って受けてる。なるほど。なんで大手に絞ったとかっていうのは？結構働く上で不要だったりとか、そういうとこ考えた時に、あと自分の成長できる環境を考えた時に、なんか自分ベンチャー向いてないなって思って、ベンチャーは省いてるっていう感じ。なるほど。じゃあヒロトは？1月に5、6社インターンで参加して、早期選考まあ1、2校今ある状態で内定はゼロです。ヒロト君どういう業界受けてる？僕もこれ広告なんですよ。おお、結構ここ広告ばっかり。広告が第一志望で、まあ、それに付随する形で金融 IT とかっていうのを見てる。うん、なんで金融とか受けてるの？就活始める段階でとりあえず働いてお金が欲しいと、結構年収いいし安定してるしって考えた時に、金融のなんか証券とか全然俺忙しいのも大丈夫だし、ガチャと働くのも大丈夫だから、なんか営業のスキルとか身につけるのにあと どうすればいいのかと思った時に、証券会社がいいなと思って、で金融見てて、あるタイミングで何も選択肢なかった広告が迷いできて、そこで一気に自分がやりたいこととか自分がやってきたことと自分がなりたい姿っていうのに一番軸が通ってるのが一番高校かな。すごい。じゃあ次あやか。私は夏インターンに5社、秋インターンに1社行ってて、夏インターンの早期に進んで今内定2個ある状態。すごい。早期の選考今受けてる企業がちょっと残ってるみたいな。その内定も持ちつつまだ受けようと思ってるのなんで、早期選考はとりあえず受け切りたかったっていう、その選んでいただいてるからっていう理由と、あとなんか就活楽しくて自分どこまでいけるかなみたいなのでやってるかもしれない。じゃあまだ満足してない？比較検討したくて、それでいっぱい内定持ちたいっていう。ああそういうタイプね。とりあえず持っとこう。そう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 。その業界とか全部広告。わー、名前聞きたいな。あとに内定もらってて。おい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 。じゃあ名前はどうなの？就活は、まあ、内定一社いただいてて、そこに行こうと思ってるけど、あと最終面接一つ残ってて、まあ、それを受けて終わりにしようかなっていう。じゃあ次、就活軸みんな持ってるんかなっていうのはありまして、じゃあヒロトから。まあ、過去の自分、アルバイトとか、サッカー12年間やってきた、サークルの経験から、なんかチームで物事を進めたりとか、目標を立ててそれに向けて頑張ること
と若手のうちから成長できるっていう多分2つ、まあ、将来の自分的には人々を笑顔にしたいっていう大きな目標があって、でそれに一番近づけるのが広告かなと。やっぱ広告見た人、商品を買ってくれた人も笑顔にできるじゃん、っていうのでやりたいなって。じゃあ瞳はどうですか？まだはっきり固まってないんだけど、根本にあるのは人に感動を届ける仕事がしたいっていうのがあって、だからそのドラマとか映画とか舞台とかに関わりたいっていうのが一つあって、あとはなんかチームで何かする仕事がしたいかなっていうのがあって、その自分だけじゃ思い浮かばないアイデアに触れるのがすごい好きだから、いろんなアイデアを持った人がいる会社に入りたいっていうのはある。じゃあゆうりは？私は就活軸2つあって、1つ目は幅広い業界に関われること。自分の性格がちょっと悪く言うと飽き性だから、いろんなことに挑戦したいで、2つ目は同じようにその若手から成長できる環境、裁量権がある環境があるところがいいなっていう2点かな。じゃあ彩香は？2つあって、1個は将来的に私が普通っていう概念をなくせる人になりたくて。かっこいい。すげえ。かっこいい。なんかそれの大きなインパクトを出せるのが、まあ、広告かなって考えたっていうのと、2つ目が成長するのに人って絶対失敗ってつきものだと思ってるから、1回目の失敗を絶対許してくれるっていうところで選んでて、その失敗しても怒らずに、じゃあ次こうして改善案を出してみようみたいなやってくれる会社がいいなっていう風に思ってる。すごい。環境ね、大事だもんね。独特な就活軸やね。本当？確かにあんまり聞いたことない。あんま聞いたことないね。え、実際の面接でもそういう風に就活軸は言ってるって言ってる。すごいね。それは素直だし、分かりやすい。分かりやすい。すごい分かりやすい。やった。強みってどう話してるっていうテーマにはなります。まずどうやって自分の強みを見つけたみたいなところをヒロトから。自分がやってきたことじゃない？それって結局経験からそれが 何なんだろうっていうのを分析して、俺はスタバとあとサークルの代表やってたから、で12年間サッカーやってきた中でこう、まあ、副部長とかっていうまとめる立場のものだったから、強みってなんだって考えた時にチームワーク、協調性とかっていうところとリーダーシップの2つだなと。なるほどね。じゃあ瞳は？私はなんか自己分析をしたとかではないんだけど、なんか個人的に思ったのは、今までいたコミュニティと違う環境にポンって入った時に、その今まで当たり前だと思ってたことが強みかもしれないって気づく。わかるわかるわかる。そう、なんか具体的に言うと、ずっと中高同じ学校で一貫のところにいたんだけど、大学だけポンって違うところに入って、そこで意外と話す方なんだなとか、人と人つなげられる力があるんだなっていうのに気づいたかな。自分の強みを見つけたのは、やっぱ大学生活3年間とか、あとまあ小学校からの自分がどういう人生を生きてきたかって見ていった時に、なんかこういう強みでなんかいろいろチャレンジしてきたなっていうところで見て、自分の強みを見つけた。ちなみに強みって？強みはなんかいろんなことに好奇心を持って挑戦できる。大事だね。彩香は強みは？なんか前例がないことに挑戦したっていう経験と、あとやっぱリーダーシップっていうところで、なんか前例がないやつっていうのは、私今大学で社会情報学学んでるんだけど、それと別にあの美術館の学芸員資格も取ろうと思ってて、なんかそこの2個を両立してる人って今まであんまいなかったから、それを強みにして、なんかどれだけ自分がやりたいかとかを言えるようにして挑戦しましたよっていう風にしてる。で、もう一個のリーダーシップは、高校の時にマンドリン部っていうギターみたいな形のイタリアの楽器、やつ、そう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 、なんかそれの部活で指揮者やってたっていう。指揮者マジすごい。そっちだよ。それでリーダーシップみたいな言うようにしてる。すごい。なるほどね。で、玉井はどう？玉井の強みは、まあ多分みんなから見て分かりやすいと思うね。え、じゃあ何やと思う？明るい。うん。コミュニケーションだ。コミュ力、忍耐力。そう、多分な、結局忍耐力みたいな、タフっていうところが多分一番あるかなと思って、2日間のインターンみたいなのがあった時に、最初から最後まで元気やる。すごい。すごい。すごいよ。なんかそこでやっと気づいたから、あれタフかもとか。うん。
ふさ、歌ふさ、それこそ、うん、ひとみが言ってたみたいに周りの人が言われて気づいた自分の罪、うん、なんか新しいことをしてみると、あ、こういう罪やったんだってなる。そう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 、すごい。いや、ぶっちゃけマーチって就活有利かなっていうの、なんかニュースとかでその企業の名前出てきたらチェックするようにしてて、2年生に面接官をやってもらったり、ここでシュンダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した2人ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単、概要欄からチェックしてみてね。